それではご紹介しましょう。証券コード8031、東証一部上場、三井物産株式会社 IR 部長、稲室雅也さんです。本日は、よろしくお願いします。日本の、商社、という形態、その中での、当社の立ち位置、この中で分かりやすく説明したいと思います。改めましてよろしくお願いします。そして、音声だけのご出演になりますが、バフェットコードさんです。はい、よろしくお願いします。前回に引き続き声だけの出演になりますが、ご了承ください。よろしくお願いします。さらに、合同会社 IR エージェント代表の関本さんです。よろしくお願いいたします。今日も元機関投資家という立場から、事業を解きほぐして伝えていきたいなと思っています。よろしくお願いします。それでは、早速ですが、投資家面談をお願いいたします。稲室さん、よろしくお願いします。お願いします。今回、ちょっと最初なんですけども、僕の中で勝手に作ってるテーマとして、とにかく幅が広いこの総合商社、ひいては三井物産というビジネスについて、まあ、ゼロからでも見た人が、こう、投資家としての視点から、御社をこう見て、まあ、どういう時に買おうかとか、どういう時にやろうかっていうのを自信持って投資できる、なんかそんな会社説明っていうのをできればなと思っております。で、こういう時なんですけれども、まず、商社っていうビジネスって、こう、実は検索すると、トレーディングと事業投資って話とかいろいろ出てくるんですけども、とにかくちょっとわからないっていうところでございまして、僕こういう時ってぜひなんか、どういうところがビジネスの成り立ち、スタートなんですかってところからお伺いしてるんですけども、ぜひこのあたりからお話を伺ってもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、やはり日本特有のビジネス形態っていうところがございまして、やっぱり日本という国を考えますと、やはり資源ですとか、やはりその、いわゆる食料自給率も、まあ言われますけれども、この部分でやっぱり日本が必要としている、ものですね。まあこれは、資材とも含めです。このあたりを、やっぱり、なりわいであるのが、やっぱり物流、トレーディングでございまして、この部分を、海外から日本に持ってくる、ないしは日本から海外に出す。こういった部分を、なりわいとして、まあ生まれ育ったというのが、まず始まりとなりますね。ありがとうございます。そう、トレーディングで言ったらなんか買ってきて売ったり、売ってくるものを仕入れてきたり分かりますけど、事業投資って何で生まれてきたのかな？そうですね。いわゆる物流ですね。もちろん物流と言いますのは、お客様があって、うん、で、お客様のニーズ、需要がどういったものがあるかっていうところを、やはり、物流やっていく中では、やっぱり分かってきますよね。うん、で、分かってくる中で、では、さらに、ニーズに応じて、例えばより多くですとか、より安くですとか、よりタイムリーに、このあたりを、達成しようとすると、やはり上流側、すなわち事業ですね。事業の方に入っていくことによって、その物流の、いわゆる行き届いた、サービス、これが、さらに円滑といいますか、お客様の満足度を高めることになるということで、物流の、先にあります上流圏域の方に、リーチアウトしていったという流れがございます。なるほどな。じゃあ、取引先さんのメリットとか考えると、もう、根本から開発するか、事業に行こうよ。はい、ありがとうございます。この辺で僕、ホームページみたいなとかで予習して面白かったのが、結構、これって多分、今のじゃなくて戦前の三井物産さんとかになっちゃうんですけれども、なんか、すごい昔からこう、トヨタ自動車の前、トヨタ自動食器さんとかとすごい関わりが深くって、もう、最初からこのオリティってところに目をつけて投資して、それから今の自動車へのつながりがあるんだな、みたいなエピソードとか、すごいあったんですね。こういうのもやっぱり、事業投資としてないものとかニーズを見つけてきてっていうのが、ね、この DNA としてあるのかな、この。そうですね。おっしゃる通りの、事例、三井物産グループというところ、に端走ってますけれども、ちなみに旧三井物産と、現在三井物産の法人格は別ではあるんですけれども、おっしゃる通り、そういった、歴史から、当社の活動から、派生していった動きでも、いくつもあるという状況でございます。でもこのあたり含めてやっぱりもう元手っていうのがあって、ものを仕入れてきて売るとか、あるいは事業を投資して作るとか、そういうのはもう本当にずっと昔からこういうビジネスでやられてきてるんです。はい。その通りですね。ありがとうございます。とか。で、これでじゃああらまし理解できて、じゃあそうすると今ってすごいたくさん金属があって、エネルギーがあって、化学、物々っていうのがあるんですけれども、本当にこれよく事業ポートフォリオとしても表現されてるんですね。で、こうするとなんか、適切にこう資産をいろんな領域に分配して、そこから利益を得ていこうという見方をすると、なんで実は三井物産さんとか、あるいは総合商社さん、すごいなんか、僕がもともと機関投資家だったんですけども、ポートフォリオマネージャーとか、運用のトップで見てる人に似てるなっていう感覚を思うんですね。
そういうふうに見たときにすごい気になるのが、なんか実は、負債と、純資産合わせて14兆円っていうふうに扱っている御社三井物産っていうのが、こう、どういうポートフォリオで利益を得ようとしているのか、なぜ勝てるのか、なんか、こういう観点からちょっとぜひ話を聞いていければなって思っています。はい。で、そのためにやっぱりまず、全体感ちょっと知りたいなっていうところなんですけれども、よろしければ、各セグメント、今のポートフォリオの全体感から伺えればと思っています。はい。で、まずは多分、セグメントの割合振り的に、こう、結構大きな割合を占めているのが、金属資源とかエネルギーとかになるので、ここからお話を伺ってもよろしいでしょうか。はい、わかりました。そうですね。まあ、時代の変遷とともに、いわゆるこのくくり方っていうのも、変わってきたんですけど、今まさにおっしゃられた通りですね。いわゆるその収益、もしくはリターンという観点でのくくりという意味では、最初に今、画面出ておりますけれども、金属資源とエネルギー、このあたりが、まず、大きく、育っている対象になっていますね。で、金属資源ですけれども、大きく扱っている商品という意味では、鉄鉱石、それから原料炭、それから銅といったベースメタル、それからまあ電池材料といったもの、それから、さらには、地上資源と言われますけれども、スクラップですね。このあたりを扱っているのが、金属資源となります。で、これも最初の話ですけれども、最初は物流から始まりました。日本が必要としている、こういった、資源、原料を日本に持ってくるといった、もしくは日本から輸出したことがあったんですけども、その流れの中で、上流権益入ってきましたと。で、今、申し上げた、それぞれの商品ですね、特に鉄鉱石や原料炭、銅といったところは、上流権益に入っていると。で、この中でも、日本の、企業の海外投資という観点でも、やはり、オーストラリアの、例えば、原料炭の、いわゆる山って僕は言うんですけども、への権益に最初に入っていった会社でもありますし、1960年代ですけども、その後、オーストラリアの鉄鉱石事業に入っていて、やっぱり、早いうちに入ったというところと、やはり、大きく鉱量を、自分の権益として、まあ、獲得する。そういった動きを、最初に取ったのが金属資源でありました。これはやっぱり、僕とか、すごいずっと昔の社会科とかだと、鉄は産業の米ですみたいなこと言われたんですけど、やっぱり日本産業っていうのは成長とか考えて足りないところだなっていうので、結構スタートされてたりしました。そうですね。これも日本の製鉄会社さんの、需要、で、どういった品種項があるかといった部分も、ある意味物流を通じて分かった上で、で、いくつかの、上流権益に関しては、需要加算と一緒に入っていくという、そういったパターンもございました。なるほど。ありがとうございます。次だと、特に今度に金属資源だと鉄鉱石とかなのか、エネルギーっていうのはこれ石炭のことになるんですか？そうですね。エネルギーはですね、石炭は、まあ、原料炭が中心ですね。これどちらかと言いますと、製鉄用の原料側としての立ち位置ですね。なるほど。はい。はい。エネルギーはじゃあそうすると LNG とかそういったところ？そうですね。もともとこちらも、歴史があるんですけれども、まあ、油とガス、がある中で、これまあ、両方とも上流権益の開発を行ってまいりましたけれども、まあ、特にやっぱり最近は、まあ、ガスを対象とした活動が多いです。なるほど。ありがとうございます。で、この二つがやっぱりこう、事業の5割、7割、2割ってところそれぞれ占めて大きいなと思ってるんですけれども、最近立ち上がってきたのはこの非資源みたいな領域。こちらについてもぜひなんかちょっと簡単にでいいんですけれども、どういうところにやられてるのか、どういう観点か、ちょっとお伺いしたいと思います。はい。そうですね。いわゆるその収益貢献度の大きさからその金属資源やエネルギー、特にまあ当社の場合は、そこが、まあもともと内利割としているっていうふうに見られることが多いです。実は、もともとは食料ですとか、鉄鋼製品の輸出ですとか、このあたりの物流の方が先に来ていたんですね。なので、はい。ですから、例えば、食料の輸入ですとか、まあ、その流通部分ですね。これを扱っているですとか、化学品ですね。これも歴史が非常にあるんですけれども、基礎化学品ですとか、肥料といったもの。こういった、商品を扱っていたというところがありまして、ここは、やっぱりその物の流れのところ、の、比率の方が、上流権益からの、リターンよりも、まあ、大きい。まあ、そういった、性質を持ったビジネスですね。ああ、確かに、こう、最初、こう、足りないものを買ってきてってところで、大量と食料品だったりとか、肥料とかが始まって、その先にこう、はい、日本の産業ってところに行くと、海外の投資に行ってだから、順番的には実はこの化学品とかそういうところも多いんです。はい。わかりました。ありがとうございます。
あたりでいくと、機械インフラっていうところ、これが一番ちょっと幅広くてわからないところなんですけど、これって何をやられてるんですか？はい。まさにですね、機械インフラですね、いわゆるそのインフラ設備のところ、を、まあ、作る側の、仕事と、もう一つは、モビリティって言うんですけれども、いわゆる、動き回るものですね。これ自動車ですとか、鉄道とか、航空とかありますけれども、このあたりをやっていますのが機械インフラでありまして、機械インフラの場合は、特に今、力入れておりますのが、やっぱり発電ですね。発電事業。これ、火力発電もあれば、再生可能エネルギーもあります。それから、エネルギーが変わってきますけれども、例えば深海にある油を引っ張り出すための事業ですとか、もしくはエネルギー、ガスを配給する事業。これ全部箱物インフラですけど、このあたりをやってるのがインフラ側でありまして。モビリティは自動車を中心に、例えば、特に当社の場合、北米の自動車事業群が大きいんですけれども、もちろん製造もあれば、ディーラー業もありますと。で、これは、いわゆる OEM と言われます、まあ、自動車販売会社を組んでやるケースもありますが、いわゆる、自動車、もしくは鉄道、この辺の輸送周りの、事業、これを日々やっているところも、こちらのセグメントの活動の領域です。ここもやっぱさっき出てきたんですけれども、トヨタさんとかの長年の経験だとか、こう、まあ、歴史があって今にあるのかなっていうふうに思っています。はい。あとは先ほどおっしゃった化学品、肥料とか基礎化学品やられてます。はい、鉄鋼製品、まあ、鉄製品とかのトレーディングやられてます。はい、これはこう、あまり大きくないけど、ちょっとどんどん伸びていって、この次世代とか、次世代機能推進分野っていうところがあると思うんですけど、はい、これはちなみに何を指しているものなんですか？そうですね。いわゆる技術周りのところで、まあ、ICT ですね。デジタル系のビジネスを中心に、あとはですね、物流、いわゆる、ロジスティックス周りのところ、物を運ぶための船の、運営の方ですとか、あと不動産事業といった、この周りを一括して、推進するのが次世代金融推進本部になります。はい。ありがとうございます。了解です。先ほど、生活産業の分野で、はい、食品のお話をさせて、していただきたいと思うんですけれども、一点、最近始めたものとして、まあ、割と歴史が新しいものとして、こう、ヘルスケアとかウェルネスっていうのが、この領域に入ってるかと思います。はい、これは、家事とか拝見すると、アジア圏の病院に投資、出資されていたりして、このあたり、御社としてこう取り組み始めたきっかけであったりとか、ヘルスケアを選んだ理由みたいなところちょっと伺ってほしいですか？そうですね。はい。やっぱ歴史を遡りますと、まあ、いわゆるその、ヘルスケア周り、今はもう少し広げたウェルネスという形にしているんですけれども、やはり世の中が必要とするもの、まあ、環境と健康という括りで、まあ、公表していることもあるんですけれども、その健康側、こちらは、やはり、世の中、特に、まあ、経済移行国もそうですし、人口ボーナス期を迎えている、アジア諸国あたりは、やはり、いわゆる、ヘルスケアに関わる意識の高さが徐々に高まっているところからしまして、ここは、一つ、今後、まあ、伸びる分野だという、まず発想がありました。2011年に遡るんですけれども、アジアの IHH というですね、マレーシア、シンガポールをベースにする、病院事業部がこちらに出資をしまして、こちらを核にして、病院事業ならばそれに付随する、ビジネスを作っていこうというのが、最初の発想でありました。なるほど、ありがとうございます。発想としては、まあ、需給ギャップが大きいところをまず取りに行かれたということかと理解しました。まあ、それでアジア圏なのかなと。はい。なんか米国みたいなこの最先端医療みたいなところも、まあ、当然、領域としてあったかとは思うんですけども、どっちかというとそのアジア圏の健康志向の高まり、人口ギャップ、需給ギャップ、このあたりを志向されて、今アジアも注力されている。実はその、まあ、アジアの IHH の事例を、持ち出しましたけど、実は、米国での、いわゆる医療ビジネスへの出資もやってまして、やはりその、いわゆる中身として、いろんな知見がある。病院事業もあれば、その周りを取り巻くクリニックですね。うん、そういったビジネスモデルは、やはり欧米が進んでいますので、そうすると、例えばアジアで病院事業群を運営していく中で、いわゆる欧米のそういった先進的なスタイルもやっぱり取り込みながらそれをアジアに持ち込む。そういった観点では、欧米から得る知見というのもありますので、そちらへの出資を通じた知見、蓄えといったものも進めております。
ありがとうございます。同じく競合他社といいますか、この、総合商社界隈ではやはり御社が一番この病院、と、そのヘルスケア、ウェルセンスみたいなところは一歩先んじてるのかなという印象は持ってますが、きっかけとかよくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。だいたいこれでこうなんか全体のあらましとかは分かって、事業の内容も捉えたかなっていうところで、今度ぜひポートフォリオの組み方みたいなところをお伺いしたいんですけれども、まあ、機関投資家側だと、こう、投資スタイルとか、なんかまあ、グロースだの、バリューだのみたいなとか、あるいは投資哲学とかって言ったりするんですけれども、うん、はい、結局、まあ、僕らはどこのスタイル、どこの運用方法が得意なんだとか、なんで僕らが利益を得られるんだってところって、この観点に集約されると思ってるんですね。で、ぜひ、この観点から見たときに、じゃあ、三井物産としての投資哲学だとか、はい、なんで、御社は、じゃあ、利益を他に先んじて出せると思うのか、このあたりの強みっていうのは、なんか、どういうふうにご説明されてるんでしょうか。そうですね。今までお話しさせてもらいましたが、物流、もちろん物流は物流益がありますと。うん、トレードマージン含めてですね。それから上流権益への投資、そこから出てくるリターンがありますね。で、それぞれの、いわゆる事業領域、セグメントに対しての活動をやっているんですけど、実は、この総合商社のモデルの中で、これ、まあ、我々にしかできないと言うと言い切りすぎるんですけども、やはりその、いろんなセグメント、いわゆる事業本部がそれぞれ日々活動していく中で、やっぱり、自分がやっている事業の隣にあるものを実は目につくんですよね。なんですけれども、それって自分たちだけではその専門性がないケースがあります。それは、例えば隣の部署が持っている専門性を活用すると、ものにできるっていったものがあります。なんかそういったところを、いわゆる、業界っていう言い方をするんですけども、この間に挟まっている、機械、ビジネス機械っていったものを拾い上げる、この能力が、日々やってる、事業から見えてくる。で、見えてきて、それを引っ張り上げる能力を、有しているのが、やはり商社かなと思っています。いろいろなところから拾い上げていってるところ。はい。なんか、イメージだと、やっぱり、とはいえ、こう、結構、海外とかだと、こう、専門的に特化して、じゃあ、科学だったら科学の産業をやるようにとかって言われるので、その間を拾い上げるってところが、なんで他に対して強いんだろうって話も出てきちゃうと思うんですけれども、はい、このあたり、じゃあ、御社ってどこでバリを出してるって。そうですね。例えば、アメリカのですね、ちょっと LNG 事業の事例を、ちょっと、はい、ご紹介したいんですけれども、うん、アメリカのルイジアナ州にあります、うん、こちらのキャメロンというプロジェクトなんですけども、これ液化天然ガスの事業なんですね。で、まあ、ガスですので、これ関わっている部隊のエネルギーのセグメントがあって、うん、それからですね、もちろん上流権益を投資するという意味でエネルギーがあって、それを販売する。で、お客様とのパイプラインもでもこれも実はエネルギー性なんですね。で、この液化事業を作るのに、やっぱり、液化の設備が必要で、これは当社の、先ほどの機械インフラ部門、インフラ側の人たちが、その設備を、まあ、作るための、ノウハウを提供したと。で、天然ガスですね、これ運ぶわけですけども、これを、やっぱり、いわゆる、タンカーを使うわけです。これを、建造する。で、結構もう専用船的にですね、これ運びますので、モビリティ側のところですけども、これを専用線を使ってお客様に運ぶと。そうすると、今申し上げた中だけでも3つの事業本部が関わっている。で、それぞれが力を合わせて、トータル三井での、収益最大化というところも含めて、この事業を、事業管理リターンも最大化している。で、同時にお客様に。サービス満足度もまあ引き上げるといった、努力してる。まあ、例えばこういった事例もあって、これが例えば一つの強みかなというところですよね。やっぱり関わるプレイヤーがかなり大きくなるとか、はい、国家レベルで大きくなってくるって、やっぱりこういう総合力なりっていうのが必要になってくるのかなと。はい。了解です。ありがとうございます。あとはよくなんか人材とかも話聞くんですけれども、もうお話伺ってると、やっぱりまあ確かに全方位にまたがっていろんなキャパシティを持った人がいるっていうのが大事なんだなって思いたいですかね。そうですね。人、それぞれのセグメントに所属する、まあ、それぞれの、まあ、従業員、スタッフがいるわけですけども、やっぱりこういった事業をやりますと、まあ、東京よりも当然現場ですよ、ね。現場に行き、現場に出向する。で、実際に事業を携わっている。で、事業をマネージするといったところ。で、これをそれぞれの役割を演じている人々が、当社の人間に張っていきます。それとやっぱりそれ帰ってきたり、まあ、ローテーションしていくと、知見がやっぱり溜まってきます、ね。この部分も、やはり、次の案件を見つける、もしくはものにするためには、非常に活用できる、まあ、ノウハウになっているというのが、まあ、いい流れを組むとそうなります。なるほど。
ありがとうございます。了解。ただ、これって僕はやっぱり、総合商社っていうこの大きい日本の企業体としての強みであって、じゃあ、三井物産としての強みって何なんだって言って、ここはなんかどういうふうにお答えですか？そうですね。他社さんのことを、まあ、そこまで、まあ、正直存じ上げたらいいんですけど、当社の場合はただ、先ほど最初の話で、ポートフォリオですね。事業ポートフォリオを見ますと、やっぱり、まあ、海外、の比率が高いというのが一つの特徴なんです。で、これは、まあ、全世界63カ国地域に、まあ、海外店、お店があって、で、そこからの事業と、あとはもう、いわゆる、事業会社を作って運営してますが、ここの、人材なり、割いているリソースの比率が高いというところ、やはり、その海外の動きに敏感であり、それをビジネスチャンスにできているというのが、やはり、まあ、当社の強みかなと考えます。なるほど。海外への強さ、はい、この回です。とはいえ、結構、例えば三菱商事さんとかも海外とかよくやられてるのかなと思ったりするんですけど。おっしゃるとおりですね。もちろん、全商社、海外店もあって、あるんですけど、やはり、歴史的にもそうですし、申し上げた比率ですよね。なるほど。収益の比率も、そうなんですけど、やっぱりその海外にかけてるウェイトが大きい。で、もちろん、決して日本国内が、うん、どうってことになって、我々のスタンスとしてはやっぱり海外のビジネスをものにしていこうという意識の強さ。この部分からやはり、世の中がいろいろ多くなる。ポートフォリオも、やはり、海外といってもいろんな地域がありますから、その海外の中でも、ポートフォリオを組んでいるわけです。ですから、やはり、浮き沈みがある中で、そこで、リスクミティゲーションにもなっているという観点からすると、海外のポートフォリオの強さというのは、やはり一つの大きいかなと。なるほど。なんかお話を伺ってると、これまでこう意思決定積み重ねてこられて、その海外で展開って一言で言っても、それぞれ、少しこう領域が違ったりとかっていう、今までのこの意思決定の積み重ねみたいな、この、長年のこの積み上げみたいなところが、結局はいろんな会社さん、総合商社の中でも、少しこう顔が違ってくるのかなというふうに思うんですが、このあたりは、いかがでしょうか。そうですね。はい。まさに、携わってきている事業ですとか、あと、携わり方ですよね。もしくは、実際にその事業会社、への人の差し入れ方、どこに入れるかといった部分もありますけれども、この部分で、いかにして、いわゆるインハウスに知見を蓄え、それを活用するか。で、これ当然活用するというのは、次のビジネスのデータを見つけていくという観点では、この部分って、蓄積と、で、蓄積もやっぱり使わなきゃ、無駄になりますので、このポートフォリオを運営していく中では、当社のポートフォリオ、管理委員会もありまして、全社の、事業を、一つ、いわゆるこのコミュニティで、見てるんですけども、ここで蓄えられる知見としては相当なものかなと思います、ね。ありがとうございます。なんかそれがこう、事例一つでもいいんですけど、この他社さんと比べてそういう流れの蓄積が表出したような、そういう案件って分かりやすいのはあったりしますか？そうですね。やはり、知見、これやっぱり、そうですね。先ほどちょっと触れましたけれども、ヘルスケア事業なのでそうですね。上流側に、投資をしたという意味では、やっぱりかなり、まあ、昔と言いますか、先にやってるんですけど、この部分で、資金を投じて、で、そこに人を出向させ、これがアメリカなんですよ、ね。で、やっぱりその出向者が得た知見を持ち帰って、で、次の事業を探していくときには、やっぱり何を見に行けばいいかというところは、やはり、感覚がありますよ、ね。で、これも、一人だけじゃなくて何年か回していくと、その知見の回し方が、やはり、あと、カバーできる範囲ですよね。思いますので、このあたり、やはりそのアジアの病院事業部に出資するに至った配慮としても、それから、やはり、一歩手前にあった動きというのが、ものを言っているのかもありますね。米国への投資からスタートして、IHH とかのアジア圏につながって、はい、まあ今はもうちょっとそれが10年間続いて大きくなっていって、まあこういうのが結構いろんな分野でもやられてきてるのかな。はい、ありがとうございます。で、この投資っていう観点でいくと、今結構具体的なところだったんですけど、じゃあ結局僕はリスクの管理とリターンっていうところをどう計算するかってところだとは思ってて、このあたりの考え方をお伺いしたいんですけれども、まずなんか結局投資案件って、じゃあ誰が審査してるのかとか、どういう観点で審査してるのか、このあたりから伺ってるんですか？そうですね。はい。実際、投資機会、
これは先ほど申し上げているように、いろんなマインドのあり方ですとか、人材リソースを使って、やっぱり見せてくるんですけれども、やっぱり今この案件だというのがあったときに、これ、最初にいわゆる社内倫理システムを通るんですけれども、その社内倫理を上げるときにも、この案件というのが、当社全体の中で占める位置づけ、戦略性、で、何よりも、当社が投資することによって、その事業がさらに、成長する、良くなっていく。そういった、当社としての貢献があって、初めて、その投資っていうのを、認められるというのは、これを精査するっていうことですね。なので、いわゆるその、当該事業本部が、この案件があり、これを、まず中で挙げてきましたね。面白いポートフォリオ管理ですね。ここで、全社の、位置づけの中で、この案件は、どういう意味があったか、それを申し上げたところを精査しまして、で、これ、まあ、投資規模によるんですけれども、その後、経営会にかかり、投資の中にかかるといった案件、こういったものもあって、決めていくのが、意思決定のプロセスになる。うん。やっぱり案件とかは結構、まあ、いろいろ見て、いろいろ知見がある人が見た後、厄介とか、そういうレベルで機能してる案件とか、そういうことはい、ございます。これちなみにリスクの件だと思うんですけど、リターンのところでいくと、やっぱり僕らで言うと倍になる株欲しいなみたいな、そんな話になってくると思うんですけれども、御社としてはなんか、バーのラインみたいなところをどう決めてるのかとか、要求リターンっていうのはどういうふうに考えてるんですか？そうですか。まず、一つの社内のスレッシュホールとして、存在しますのが、IRR ですね。うん、IRR で、まあ、10%。10%。というのがありました。これも、一律すべての案件、うん、その通り、ビシッと決めてるって、うん、先ほど申し上げた、その貢献度合いですとか、いわゆる定性的な意義もありますし、もちろん産業、セグメントによって、やっぱり違いますよね。はい、なので、その部分を、鑑みて、一部分、この IRL の接触を、まあ、少し変わるんですね。うん、基本は、その数字です。なるほど、なるほど。まあ、それは先進国発展途上国とかの試供品かそうじゃないかとかであると思うんですけど。はい。まあでも、とにかくそのあたりと三井物産らしさみたいなところを見ながらどんどんやっていこうって。はい。ありがとうございます。結構じゃあまあそういうふうなところで 10% とか見ながら、こう再生産するというか、複利的にこう投資繰り返していきたいみたいな、そんなところっていうのがやっぱり、ポートフォリオマネージャーとしては見ていくと思う。そうですね。ポートフォリオマネージャーの中で、申し上げましたように、まあ案件を見つけていくんです。やっぱりその、リターンの出方っていうのは、瞬間じゃないんですね。これは持続しなくてもいいので、これは、毎年これ年一回、まあ、花卸し的な作業ですけどね、ポートフォリオ管理会で、まあ、全事業の、リビューしていったプロセスも、やっています。なるほど。了解です。ありがとうございます。ちなみに、こういうふうにポートフォリオを見てた中で、当然どうしても損切りって発生すると思うんですよ。このあたりっていうのはどういうふうに、先ほどおっしゃったのはそのポートフォリオ管理委員会とかで結構定期的に見られてるってことなのか、どういったプロセスでやられてるものなんでしょうか。いわゆる、これも、スレッシュホールを設けること。例えば、過去ですと、何期連続赤字、うん。そういった、状態になるものを、いわゆるエグジットのトリガーイベントになりますし、何よりも当社の、貢献ですよね。我々が、いることによる意味合いが薄れてくると、これってやっぱり、我々のいる意味の低さから、やっぱこれはもうエグゼクティブ。そういった、定性的な見方からしても、判断基準を設けている。これは、またそのデビュープロセスの中で、毎年やってます。逆に言えば、長期的に見て、御社が今やってる意味があるよねっていうところでしたら、まあちょっと、続けることもあるし、逆に見て利益が出てたりしても、それが小さかったり、意味がないなってなったら、それは他社さんに任せてしまったり、行ったり。よく言われますのが、例えば2、3年、なかなかリターンが上がらなかったから、諦める。うんうん、でも、そこからぐっと上がっていく案件があります。例えば、当社の鉄鉱石事業なんかが、典型的ですけど、オーストラリアの、純正ベンチャーで、この1960年から、出資している先なら、最初はもうずっと赤字だったんですよ。うん、それを、やはり、いろんな手を加えて、やっぱり良くしていく。で、もちろん、マーケティング側でもいろいろ努力をして、まあ、今のリターンなんですが、やっぱり、この部分で、一概に線引きをして、それに従うことがいいとは限らず、やはり戦略性、それから自分の強さが、やっぱりこの先出せるんだったら違う層ですので、うん、その部分も全部総合的に勘案していくと。なるほど。ありがとうございます。マスターにちょっと私、ここが非常に重要なポイントかなと思っていて、まあ、先ほど、鉄鉱石の話でも、最初は、
かなりこう赤字掘りながら、もう今だこそ支援商社と言われるぐらいの本社ですけど、花開くまで結構時間かかるまで、投資をされたと。で、一方でやっぱりあの撤退基準みたいなっていうのは、投資をする、エントリーする以上に多分、難しい判断かと思うんですけど、あの、言うは易し、行うは難しみたいなことだと思っていて、なんかこう、具体的に、なんかわかりやすい事例で、こういう案件で撤退したみたいな、なんかそういうのあれば、ちょっと教えていただけますか。はい、これはですね、先ほどお話ししたのが、例えば、当社が昔、物流側でいろいろ、動いていた、食料側の事例なんですけど、ブラジルのですね、マルチグレインという、これはブラジルの穀物、これを、まあ、現地の、まあ、生産者から、まあ、集荷して、で、これを、港まで運んで、で、まあ、輸出するという、事業で、まあ、結構大掛かりな、事業、であったんですけれども、やっぱり、いわゆる、より多くのサプライソースを確保して、うん、で、その穀物の安定供給に、資する動きをしたいというので始めて、うんまあ、ブラジルですと、当社、まあ、エクスポージャーそれなりにあるということもあって、まあ、まあ、場所としても、知見があるという感じでやったんですが、やはりこの後にですね、例えば、他の国でより大きなサプライ、うん、中国とかですね、あたりで出てきて、やっぱり全世界的な相場が崩れる。うん、で、同じブラジルの中でも競合が出てきたりして、やはり、もともともくろんでいた、S 型にはなかなかできなかった。このあたりなんかは、じゃあさらに粘ることによって、この事業、もしくは、この事業が、生産している穀物のお客様にとって、資することになるんですかというと、やはり、競合の方がいいサービスをしてるねっていう観点で、そこはもう、やっぱりここは、畳まないかと、うん。こういったところで、やはり、マーケティングもやりながら、あとはその、まあ、その、情勢をしっかり、掴めると、こういった判断ができる。ここは損切りにはなるんですけども、やはり、それでも、あまりにもずるずる引っ張っていくと損が大きくなるので、やっぱり手前段階でこういった案件をいかに閉じるかっていうところも一つ大きなポイントになってます。うん。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。はい、ありがとうございます。次に、ちょっとポートフォリオっていうところでいくと、中継でアナウンスされてたところとして、こう、まあ、4つの基盤事業と、ストラテジックフォーカスって置いてるところがあって、これはなんか面白いなと思ったところなんですけれども、僕らとしてもやっぱりの成長銘柄一辺倒だったりとか、割安銘柄一辺倒っていうのはやっぱり、ポートフォリオの色で、こういうのをこれくらい持って、こういうのこれくらい持ってみたいな考え方っていうのが、この御社の言う基盤事業っていう分け方とか、ストラテジックフォーカスなのかなって思ってるんですね。で、ぜひこの基盤事業っていうところで核になってるところから、ちょっと、これがなぜ基盤足り得るのかっていうところをお伺いしたいんですけれども、うんはい、中身見るとやっぱり、これって金属資源なんだろうと。ぜひなんかこの金属資源ってところが、まあ、御社としてもなぜこう、かなりのポーションを占めてて、なんかこう、基盤として成り立ちうるのか、ここからちょっとお伺いしたいんですけども。はい。そうですね。まず数字面で申し上げますと、今映ってますね。金属資源事業で、まあ、過去5年間続いてますけども、うん。よくまずですね、こういった資源事業というのは、商品市況の、うんまあ、上下に、やっぱり、左右されますねと言われるんですけど、実は、こちらの表現もそうなんですけども、鉄鉱石価格が、下がっても、歴史的に下がったタイミングであったとしても、それなりのキャッシュを生んでいるということですね。で、弊社の場合は、先ほど申しました、1960年代ぐらいから、まあ、オーストラリアのジョイントベンチャー、こちらに出資して、今現在はオーストラリアで、まあ、2つのジョイントベンチャーがあります。それに加えて、ブラジル、まあ、バーレンという会社で出資していますが、おそらく今、全世界の持ち分権益生産量というのが、これ、大手、マイニングハウスを含めて、多分 5本指に入るというぐらいの、まあ、権益を持っています。なので、なおかつ、低コストであり、まあ、大きな、もうインフラも伴ってますので、インフラ開発の、費用もかからないといった、まあ、いわゆる、コストカーブで、もうちょっと一番左側のクォーターに入っている。こういった、権益を、持っているというのが、まず、うん、なるほど。これって、まさにちょっと基本的すぎて恐縮なんですけれども、なんでコストが安いんだろうっていうのが、ちょっとあまり実は資源ビジネスだとイメージができなくて。
って、もうちょっとこう具体的に伺えればと思います。はい、そうですね。まず、数字、申し上げますと、多分今、鉄鉱石の販売価格ですね。まあ、いろんな数字あるんですけれども、まあ、130ドルぐらい、多いだとしまして、一方で、コスト側ですね。これは、トンあたりの、これ、いわゆる山本のコストなんですけども、うん、まあ、20ドルいかないんですよ。まあ、10ドル台半ば。10ドル台半ばという数字。で、これに、まあ、ちょっとした税金ですとか、うん、運ぶ運賃、もちろんそのマイニングコストがかからないんですけどね、そういったものを足されるんですけども、そこまで安い。なので、なぜ安いかというところは、やはり、大きい研究を持って、大型の操業ですよね。いわゆる規模の経済を働かせてるんですけども、いわゆる、鉄鉱石の場合は、抗体が出てくるまでの上積みの、いわゆる土砂を、まあ、灰でから抗体を作る。この比率ですよ、ね。この比率が、土砂が少ない方が当然コストが安くて、うんうん、こういった権益を抑えられているかどうかというところ。これは、やはり、1960年からやってますと、この部分というのは抑えられているという強みがあります。うんうんうん、古い方が抑えられてるって、ノウハウみたいな話なの？古いと言いますよりも、やはり、最初にその部分、その権益を持つことができた。先に抑えちゃったってところがまさに。はい、大きいです。なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんとなく確かに実感を持って分かったから。ちなみに、鉄っていうと、じゃあ今後の需要、結局、試供品って需要と供給のバランスが価格ですよね、はい、話だと思うんで。と鉄の今後の需要とかって結局どうご覧になっ、長期的にどうご覧になってるのかなってことですね。そうですね。はい。いわゆる鉄、素行、という観点では、これ引き続きやはり、世の中のインフラ、の需要からして、やっぱり伸びます、ね。伸びますので、その観点では、まあ、鉄鉱石、その原料ですからってのがあるんですけど、ただ、一方で、温室効果ガスの議論ですね。うん、鉄鉱石というのは、高炉で、作られ、鉄として作られて、もう一方で、スクラップを使った電量です。で、電量の方が、二酸化炭素排出量が少ないということで、やっぱり世の中のシフトとしては、高炉から、まあ、電炉にということを言われているんですけれども、やはりでもただ、今しばらくは、いわゆる高品質な鉄を作るという意味でも高炉の方が有利ですし、電炉もなかなかその、鉄くずスクラップを、集める、このコストってなかなか安くならないと思って、強制力と観点では、やはりまだ、航路が、優位な、場所、地域が多い。なので、今しばらく、この、鉄の需要というのは、航路を含めて、続くのかな、というのが、我々の見方です。なんかそう、ありがとうございます。まあ、インフラ作りも何作りも、一番、とあたり安いものっていうのが、やっぱり鉄だろうなってなるので、そこがベースになるのかな、ね。わかりました。ありがとうございます。ちなみに、鉄鉱石以外だと、こう、まあ、エネルギー、機械インフラ、化学品っていうところとかも基盤っていうところに挙げられてたと思うんですけども、はい、ここがなんか基盤足り得るところとかをちょっと簡単になんかお伺いできればと思います。はい。エネルギーですね。うん、こちらも1970年代、もう手前からですね、中近東の上流権益、発展。で、その後ですね、アメリカや、まあ、ロシアや、他東南アジアの国でも、権益を持っている人も、やはり、いわゆる油、原油の採掘のところ、それからガスですね。この分の権益を取ってきたというのがあります。なので、日本の、いわゆる商社の中でも、かなり大きなプレイヤーになっておりますし、コスト競争力もやっぱり有している、権益というものがエネルギーの積み込まれます、ね。先んじて抑えに行ったって、鉄と同じ議論なのかな。なるほど、なるほど。はい、です。ございます。その他、機械インフラであったりとか、化学品もやっぱり同じように。そうですね。はい。機械インフラ、先ほど解説した通りの、ポートフォリオでありまして、ここも、やはりその、座組の仕方です。どういうパートナーとか、どういう国でやるか。やっぱりいろんな失敗も繰り返しながらもそこから学んでいることがたくさんありまして、今現在の収益もかなり積み上がってきている状態というのを続けている機械インフラでありますし、この機械インフラセグメントだけで、年間で、そうですね、税後利益1000億円を超える、レベルまで来ているというのがあります。先ほどちょっと問い合わせしたのかな。化学品も、基礎化学品肥料、それから、まあ、農業関連、資材、あと、飼料添加物。それから、ここは、アンモニアとか水素といった、やはりいわゆる次世代の
原料もしくはエネルギーです。このあたりの、まあ、開拓、それからビジネス化っていうのは進めてきていますので、やっぱり将来ですよね。将来やっぱり GHG の削減にようなパッケージの中では、この部分のポートフォリオがさらに強くなる。だから、この化学品セグメントも今現在では、税後利益のレベルで500億円を超えることができる。一つ大きな収益の塊なんですよ。なるほど。確かにそうすると、まあ、先に場所を抑えてしまったのが、鉄、あるいは金属エネルギーの部分です。で、インフラ発電のところの安定さと、まあ、需要の安定感のところ、まあ、農業とか関連していくと必要な化学品の安定感と、まあ、やっぱり基盤として、こう、ちゃんとキャッシュフローを稼げる事業ですっていうのは、やっぱり御社としてのこの位置づけなのかな。そうですね。ありがとうございます。では、次にちょっとストラテジックフォーカス。これなんか言ってしまえば、僕らで言うトップピックというか、ここにフォーカスしていきますっていう宣言だと思うんですけれども、ぜひなんか、なぜここを定めたのかなっていうところ。うん、で、中期経営計画の方では、エネルギーソリューションの中でもやっぱりそのゼロエミッションだとか、先を見たエネルギー戦略。で、それに加えてヘルスケア、ニュートリション。この二つっていうのが、なんかストラテジックフォーカスとして掲げられてます。もしよろしくはこのエネルギーソリューション、特に結構昨今で大きいことだと思うんですけれども、まあ、このエネルギーの変化みたいなところを御社としてはどう捉えてて、どうビジネスとして見てらっしゃるのか、そこをちょっとぜひお伺いできればと思います。はい、まさにプラスフォーカス、フォーカスされてるうち、これですね、今現在、中期計画3年間ある中で、今、2年目が終わろうとしてるんですけれども、この中期計画を発表した、2020年に終わった、この時に定めた、まあ、フォーカスエリアになってますが、ちょっと触れました。環境と健康っていう言葉ですね。これは、もっと遡って、手前でそのフレーズを使っているんですけれども、はい、環境、健康で、環境側として発展して、この中継の中で、エネルギーソリューションになっています、ね。エネルギーソリューションは、まあ、大きく分けて、まあ、重力変化もあれば、次世代を見据えた動きがあって、重力変化はまさに、ガス、LNG ですよ。世の中が、例えば、化石燃料、特に、まあ、石炭、から出ていって、将来的におそらく水素まで行くと、まあ、エミッションはもうほぼゼロに近くなるんですけども、一気に石炭から水素には行けない。で、やっぱりその間、トランジショナルピリオドと申し上げてるんですけど、その間、やっぱりガスへの需要というのが、世の中的にも増えているわけです。でその状況の中で当社はまずは LNG 事業を大きくなっていこうということで、2019年ですけれども、モザンビークの、エリア1というところと、ロシアのアークティクス、この2つ FID をしまして、で、今、技術しているという状況になります。で、それがまず、上流研究側で、やっぱり石炭からガスに移る中での大きなソリューションとしての上流研究、今、画面に映していますけど、こういった、研究というのが全世界にありますので。もう一つが、次世代エネルギーのところで、例えば、バイオ燃料ですね。これ、最近、航空機に燃料を使うといったニュースのプログラムですけども、やはり、植物由来のところで、CO2 排出が少しでも少ないものの開発。これ、例えば、ランザテックっていう会社に出資して、その技術を展開している事業もありますし、バイオマス原料そのものを作るための事業、これから国会論だったりしますが、そういったところを通じて、CO2 削減を進めていく。先ほど申し上げた、水素やアンモニア、このあたりも、まあ、化学品部隊で紹介しましたが、このあたりも、このエネルギーソリューションの一つとして、先ほど申し上げた総合力を使って開拓していく。そういったところが、まず僕の狙いなんですね。なるほど。やっぱり、資源、金属とかも同じなのかもしれないんですけれども、こう、先にこのあたりが伸びるぞっていうのを見て、先に権益を抑えに行こうみたいな、そういった動きっていうのが今、活発的にやられて、で、まあ、まさにいろいろ作ってるところである、はい、状況。ちなみに、先ほどのやっぱり LNG の資産のポートフォリオを見ていて、やっぱり今ちょっとどうしてもお伺いしなきゃいけないことが言ってるんですけど、大丈夫ですか？ご存知の通り、今、とか、そちらの方とかで関係があって、で、まさにこう、御社の、さっきおっしゃったような、アクティックとか、サハリンとかってところで、ものがあるっていうふうに理解しています。で、
正直こう不透明が過ぎるのでわからない状況と思っているんですけれども、もしかしたら3月4日の方にリリースを出されてらっしゃって、はい、で、まあこれくらい影響が出てるんですと、よろしかったらこうぜひわかる範囲でこう、まあ、ウクライナ情勢っていうところが、こう、この事業ポートフォリオとかにどういう影響が出てるのか、ちょっとわかる限りでお伺いしてもよろしいですか。はい、わかりました。あ、なんかそれももちろんそうなんですけど、はい、その、この開示を出された理由、あえて出されたその狙いみたいな、そういうところと、今、関間さんからの質問ちょっと合わせていただければ。そうですね。はい。まあ、そうですね。おっしゃる通り、3月4日にですね、リリースを、しておりまして、まあ、その、まあ、リリースした理由はですね、やはり、当社の、考え、思想。やっぱり何も、言わないということは、やはり一番よろしくないという、考えがありますので、この部分はやはり、まあ、リリースという形ではありましたけれども、当社としての、立ち位置、それからポジションですね。いわゆる、まあ、今回は投融資、ご所存だった形でしたけども、お出しして、で、この、お出しすることによって、まあ、対話ができるという観点で、の、まず思想があったということですね。ありがとうございます。これ他の商社さん、別に出されてるところはない中で、御社がまあ、出されてるわけですけども、そういう社内の決定ありつつ、一方でその機関投資家等々からの質問みたいなのもやはり集中したところではあったんでしょうか。はい。おっしゃる通りですね。このリリースを出す前からももちろん、問い合わせはありましたし、はい、実は、投資家さんの中でもやはり、公表を促す、コメントも、いただきましたというところですね。なので、まあ、公表を挟み、いろんな、ご質問は頂戴しております。ありがとうございます。まあ、なので、この、かなり出せるギリギリのところ、他社で先んじて、こう出されたっていう、まあ、そういう背景があるんだろうなと、理解しつつ、ちょっとじゃあ、関本さんの踏み込んだ質問で、ちょっと伺わせていただいてよろしいですか。ぜひなんかこう、まあ、開示できる範囲で今、金額とかを開示されてると思うんですけれども、ぜひなんか金額と、プラスアルファでなんか開示できそうなことがあったり。そうですね。はい。まず、当社のポジションのところですね。まあ、前社の、いわゆる投融資保証。残高っていうのがありまして、これ、開示してる内容ですけども、8兆7千億ありますと。で、この中でのロシア向けの、金額っていうのが、4600億円になって、その中のさらに、LNG 事業が4300億円のところで、まずこれで、全体の、我々のポートフォリオ の、金額に占める割合が、皆様方から、まあ、に把握いただくという観点では、まあ、その数字を出させていただきます。全世界のそのポートフォリオのうち 5% くらいがそのロシアに関連するので。そうですね。まあ、大きくが LNG の関係であるということですね。はい。これ、ちょっと、もし仮に何かがあったとしても、多分、その人の最大限度みたいなところっていうのはここに抑えられる。まあ、その、抑えられるし、それも、基本的には、すでに投資してしまったので、キャッシュフローを伴わないっていう、そういった理解でいいものなんですか？そうですね。おっしゃる通り、投資保証残高ですので、いわゆる、損失の、算出するに際しても、この残高のレベルって皆さん、ご覧になると思いますので、その意味するところをおっしゃる通り。なるほど。あと、先ほど言及いただいたとか、サハリン2ですとか、アークティックもまだ建設中なんですけども、これ、まあ、一旦動き出した後の、場合ですけれども、これ、いわゆる、投資区分で言いますと、一般社外投資ということになりますので、直接、損益計算書には反映されない、会計のやり方ですので、何か起こったという観点でも、いわゆる PL 側には落ちてこないというのが、まず、立ち位置としてあります。ちなみになんですけども、現地って今、オペレーションってされてらっしゃるんですか？はい、創業するじゃないですか。なるほど。了解。無事に。はい、解です。ありがとうございます。その他、結構、こんぐらいのとこ、まあ、まだ不透明なところが多いかな、みたいな状況ですか、ね、そうなんですよね。やはり、もう日々、まあ、皆様も、ニュースでご覧いただいているような状況ですので、やっぱり、もう状況変わっておりますよね。なので、やはり、じゃあ、今後どうしますかとか、今の立ち位置をさらに、何が起こったらどうなりますかとか、ここは、なかなか先行きの予見が、本当に難しいところでありますので、やっぱり、まあ、日々、できることをやっていこうというスタンスで、勝負をやっております。了解です。まあ、どうしてもやっぱり刻一刻と状況が変わっているような状況だったと思うので、その中でもこれだけ開示していただくことありがとうございます。一応、アーカイブで見られる方に送られました3月10日時点ということで、はい、今のコメントは。なるほどですね。いいですね。はいです。ありがとうございます。比較的、
あのエネルギーのところとかって会社があったんですけれども、じゃあそうすると投資家側からすると、あの、じゃあ、あの、ここのマーケットにどれだけの期待リターンを持って、いくら投資するんですかみたいな話とかっていうのは、やっぱり投資家側としては、ビジネスへの影響として気になるんですけど、ここは特に開示されてはらっしゃらない、はい、それは、ストラテジックフォーカスのエネルギー事業に対して、そうですね、はい、まあ、期待リターンと将来投資額。そうですね、ですね、足元のこの3年間の中期経営計画をお出ししたときに、いわゆるそのキャッシュフローアロケーションという形で、キャッシュインフロー、これはいわゆる、そういうキャッシュフローですね。それから、資産リサイクルによって、いわゆる資産売却をして得られるキャッシュフロー、この二つがで、キャッシュフローアウト。まあ、投資含めですね。まあ、投資側と、株主還元二つも分かれますけども、で、このインとアウト、で、この二つのバランスで、これはフリーキャッシュフローで、これの黒字化っていうのは前の中継から見出しているところでありまして、で、いわゆるそのキャッシュフローアウトの、投資側ですけれども、とっておきごろ2つ、まあ、概念的なもの。1つ目が既存事業ですね。例えば先ほどのテコースですとか、道なんかもそうですけれども、日々、オペレーションを続けるために必要なキャペックス。これに支払われるもの、既存事業の、いわゆるステインビジネスキャペックスというのが出てきます。で、もう片方が、いわゆる新規投資側になるんですけども、この中期経営計画を発出したときに、いわゆる新規投資側を優先的に使う先は、プラジックフォーカスにしましょう。なるほど。という打ち出しをしています。なるほど、なるほど。はい、です。ございます。で、まあ、ステインの、その、維持安定で使うの以外のところっていうのは結構やっぱりそういう戦略的な投資に当てて、それは投資先はやっぱり主にはストラテジックフォーカスです。そうなんですね。期待リターンとかはさすがになんか、まあ、ちょっと言いにくいかな、みたいなところです。そうですね。ちょっと先ほど触れました、例えば IRR10% と申し上げましたけど、うんうんうん、実は、ストラティックフォーカスだからといって、何か、なんか、下駄を吐かすとか、うん、そういったことはなくてですね、うん、同じ目線で見てますよ、うん。ただ、もちろん、例えばエネルギーソリューション、次世代、燃料、ちょっとやっぱり足の長い、当然対象はあって、うんうんうん、じゃあ、同じリターンを、タイミングも含めて同じ元を求めながら進んでるんですね。やっぱり時間軸はある程度見据えた上で、正しいリターンは求めますというスタイルでやっています。なるほど。わかりました。まあでも、どうにもかくにも先ほどおっしゃったような 10% プラス、まあ事業環境とか合わせてっていうのをちゃんと見ながらやってるところでございます。で、エネルギーっていうになると、やっぱり今一番というか、投資家の側に関心高いのとか ESG とかだと思うんですけれども、はい、このあたり、実は御社って2021年の方に2050年のネットゼロエミッションに向けて取り組みたいって話をされてまして、ぜひなんか、このあたりの環境に関しての考え方も含めてちょっとお伺いをしたいんです。そうですね。実はこれ、この中期経営計画を出した、実は2020年ですね。5月に、ね。失礼しました。まあ、これも確かに先駆けてというところがあったんですけれども、2050年ネットゼロエミッション。うん、これは、この表、上のグレーの部分が、当社が排出している、GHG 排出量でして、で、これをネットでゼロにしますっていうのを掲げましたと。で、ネットと申し上げますのは、当然自分たち排出量を減らしていくんですけれども、うん、一方で、その削減貢献ですね。温室効果ガスを削減する事業を一方で進めていって、うん、で、それと、まあ、相殺するというところがネットですね。で、こちらは例えば、削減貢献二つ色があって、緑と水色があるんですけども、はい、緑の方が、すでに三井物産の削減として、数えれる、カウントできるものを示してますと。で、水色の方は、まだ当社の削減にはカウントできないんだけれども、世の中の削減には歴史として、貢献しているもの、いうのがあって、で、進めていくと、将来、今、パリ協定、議論されてますけども、うん、ここの、ルールがさらに、定まっていって、例えば、排出削減のカウントを国際移転できるようになると、当社、例えば、海外事業を行った削減貢献の、例えば一部でも、それを自社の削減カウント、それをどんどん持ち込むという、概念で、ネットゼロを達成しようとしています。なるほど。了解です。ございます。やっぱりこのあたりっていうのはちゃんと意識されつつ、NGの展開だったり、ものもやられていた。
ちなみに石炭とかもやられてらっしゃると思うんですけれども、はい、ここについては何か投資家さん側から言われたりとか、そうですね、ことがあるんですか？はい。ここはですね、二つ、事業がありますけども、はい、まあ、一つはいわゆる石炭事業ですね。はい、上流研究のこと、うん。もう一つはやっぱり石炭火力っていう目線ですよね。で、まず上流事業の方は、2018年までも、当社も、いわゆる一般炭、発電用燃料炭というのを、研究を持ってたんです。これは2018年に売却しましたので、今はまあ基本原料炭の山になっています。でもう一個、石炭火力の方は、今現在全世界で4つ、いわゆる独立事業発電、うん、IPP の、事業が4つありまして、引き続き創業してるんですけども、この部分は、順次、中期的には、まあ撤退をしようと思ってます。うん、ただし、まあ、撤退するに際して、例えばどっかに売却して、その売却先が、例えばさらにその創業を拡大したりすると、うんうん、当然これで GHG 増えますので、まあ、そういうことにはならないようにしなきゃいけないと考えると、うん、その手前で来る課題ですけど、やっぱりその電源を必要としている、まあ、地域、地元、電力系統もあります。そこへの供給、契約といいますか、責務は、果たすと。うん、いう概念で、そこは、果たした上で、一方で先ほど触れました削減貢献の事業を進めていって、総裁する。こういう概念で進めています。なるほど。ありがとうございます。すでになんかこう、撤退とかも含めて、しかも会社に、環境とかにいい形での撤退とかをちゃんと検討されてます。ということで、了解しました。すいません、ちょっと時間が押してるんですが、もうちょっとだけお時間くださいってところなんですけれども。なかなか難しいですね。かなりボリューミーなんで。ですね、はい。はい。もう少し行きましょう。はい。はい、で、ちなみに、ストラテジックフォーカスっていくと、今このエネルギーっていうところからもう一個、ヘルスケア、ニュートリションっていう領域、こちらに話で移りたいと思っています。はい、まず、ヘルスケアの方はちょっと冒頭お伺いしましたけれども、まあ、いろいろ、米国での先進医療であったりとか、アジア圏での IHH 事業とか、はい、ニュートリションってそもそもこちらってどういう観点ですか？そうですね。いわゆる栄養要素のところですけど、いわゆるその病院事業ですとか、ヘルスケア事業は、もちろんその健康で、病気になったらそれを治しにっていうもちろん、行為になりますが、はい、やっぱり病気にならない、いわゆる未病のです、ね。その部分も、この病院事業に付随する、一つ大きな事業群になりますので、この部分に着眼したっていうのが、ヘルスケアのニュートリション側です。ニュートリション側の事業で、未病のビジネスを開拓していく。病気の前は栄養とかそういったところ、あとはやっぱり病院もやってるし、医療もやってる。そういったところのサプライ、はい、まあ、チェーンを全部押さえに来たい。はい、そうです。了解です。これ、軸、IHH がその中では軸となるかどうか。はい。IHH の病院事業はこちら、地図で示しておりますけれども、やはり拠点としてこういう、事業、病院、があって、まあ、80病院があってと。で、この周り、やっぱり患者さんですよね。来院する患者さん、もしくは、まあ、コロナもあって、オンライン診療も結構、この間、増えたんですけども、うん、その両面ですけれども、やっぱりその栄養側のビジネスっていうのが、これはかなり伸びてます。実は、IHH を確認する強みは、やっぱりその患者さんのデータっていうのを、活用して、どういうニーズがあるかっていうのをそこから割り出せる。なので、未病側にも、このデータを活用することによって、先取りするわけですよ。そういったデータを活用した、ウェルネスと申し上げますけども、ニュートリションも含めた一大、事業群というのを形成しようというのが、こちらのヘルスケアニュートリションの大きなフォーカスになっています、うん。なるほど。ありがとうございます。ちなみに、エネルギーの方はこのトランジション域で LNG っていうところがあるなっていうような理解をしているんですけれども、はい、このところってやっぱりどうしてもアジアの経済成長とかにそうなのかなって、結構かなり長めのビジョンなのかなとも思っています。はい。なんかもし誤解とかがあったら嫌なので、なんかどれぐらいのスパンで見えるって、見据えている事業なのかなとか、もしあったらお伺いします。そうですね。2011年最初出資してっていうところから、うん、まあ、すでに10年経ってますけれども、うん、やはり、いろいろ学びながらやってきている中で、ニュートリションも含めてっていうところを考えます。やっぱりここはさらにもちろん時間はかかると思ってます。やっぱり世の中が、さらに、いろんな、まあ、技術も開発される中で、それを取り込んでいって初めて、いわゆる収益が上がる体制でも、この病院事業にも適用される考え方ですので、やっぱ日々、変わっていくこの技術革新のところも取り込みながらになりますので、そうすると、やはり、まあ、大きく、張っている対象ではありますけども、ここはやっぱり長い目で、見ることで、まあ、
長めに見ることは決して悪いことではなくて、やはりその間、当然ながら、病院事業を通じて、何しろヘルスケア、ウェルネス事業を、通じて、まあ、世の中に貢献してるわけですから、その部分も捉えると、やっぱりこれは長い目で、しっかりと育てることが何よりも大事かなと思ってます。なので、ちょっとロングテールですけど、それを確保しております。まあでも、御社の規模感だからこそ、こう、長い時間かけて積み上げていってっていうのは、冒頭にお伝えした、なんか、強みでもあるし、っていきなり出資したとこが80病院拠点あるって相当でかい病院グループですよね。ここはい、なかなか普通はできないと思いますけど。うん、はい、ありがとうございます。一通りこれでストレテジックフォーカスとかまでお伺いができたかなっていう状況になっていて、はい、でやっぱりそうすると、僕らとしてやっぱりこう、今まで聞いてきたところって、まあ、事業のところとトレーディングのところから、ないものを届けるっていう成り立ちのところから、ポートフォリオを伺って、基盤になる金属、その他の事業を、フォーカスして投資しているストラテジック全体聞いてきました。ただ、ここに投資して、再投資されたり、あるいはやっぱり、還元があったりっていうところが投資家としてやっぱり気になるところだったりするんで、ぜひ最後にここだけちょっとお伺いできればなと思ってます。まず、本社のこの開示の中で、たまにプレゼン中にも出たんですけども、基礎営業キャッシュフローっていう考え方があると思っていて、はい、まあ、こちらって、つまりは利益以上にキャッシュフローを重視されてますよって意思だと思うんですけれども、うん、ぜひこのあたりってどういうお考え方なのか、そのあたりからまずちょっとお伺いしてもいいですか。そうですね。やはりまず税後利益、いわゆる PL ですと、やっぱり数字が跳ねると言いますか、一過性等の影響もあって、やはりやっぱり、キャッシュの動きそのものではないという観点があります。まあ、弊社の場合は、規制用キャッシュフローということで、まあ、いわゆる営業キャッシュフロー、これから、ワーキングキャピタルの増減、それからいわゆる、リース負債ですね。これを、差し引いたものを、規制用キャッシュフローとして、まず、据えて、で、それを KPI として据えております。はい。なるほど。ありがとうございます。こちらの方を、まあ、基本的には会社としてもフォーカスして、積み上げていくこと。というところが重要なポイントになっているのか。その通りですね。はい。了解です。この観点でいくと、今期に関しては、情報修正とかもすごいされてて、基礎営業キャッシュフローの見通しも引き上げられたんですね。これ多分、はい、基本的なところで引き上げている。で、増配とかもされている。はい。よろしければ、まずちょっと今期の全体からの復習みたいなところをちょっとお伺いできればと思います。はい、そうそう。まあ、今期の業績という観点では、そうですね、まあ、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーター、まあ、それぞれのクォーターで、ちょっと、まあ、情報修正していくような流れではあったんですけれども、うん、規制用キャッシュフローをベースに、先ほど申し上げた、キャッシュフローアロケーションですね。これを、ベースにした、うん、まあ、事業、運用しておりますと。それで、いわゆるその、まあ、投資、先ほど申し上げた、既存事業の投資と、まあ、新規、両方ありますけども、それはそれで進める中で、還元側はですね、一つ、柱としてという考えは、既存キャッシュフローの、3分の1、33%、うん、これを総還元として、すなわち、配当と、まあ、バイバックです。社株買いを含めて、この3年間の帯でって言いますか、3年間の平均で、達成するっていうのを一つのターゲットにしております。なるほど。3分の1っていう水準だったりとかって何かルールとかってのがあるものですか？そうですね。3分の1は、もともと前の中期経営計画、これ 25% を目指して、すなわち4分の1ですね。で、3年困った時にこれが 28% という実績があります。これを少しずつ上げていきましょう。なるほど。で、元々皆さん、配当成功ですよね。税後利益に対する配当を、まあ、数字、いわゆる世商人の方々多いんですけど、当社の場合、やはり、総還元という思想で、やっぱり3分の1は、株主に、返しましょうという思想で走るというなと思います。了解です。どうぞ。あとは、基礎営業キャッシュフローから3分の1をこう還元に回されます。そこから、配当にするか、自社株買いにするか、はい、これっていうのはなんかどういったルールって言えるんですか？そうですね。ここはですね、もちろんお金に色はないんですけども、収益、基礎用キャッシュフローの、上がり方で、出方を見ておりまして、一時的な要因、例えばですね、商品市況が、高騰するですとか、キャッシュフローアロケーションの中で、例えば、いわゆる投資、新規投資の案件が、このタイミングで減って、リサイクルのものが増えてということになると、やっぱりプラスが出ますよね。これはまあ、一時的な資金獲得になりますので、この場合は、自社株買いという方式で、還元をして、一方で、基礎的な収益力の向上が見込めた場合は、増配にという、思想で、はい、やっております。じゃあ、まさに実力値が上がったからこそ増配になるわけです。今期に関してだと、やっぱり、
消費市場もご存知の通りかなり上がってる中で、はい、自社株買いも昨年発表されて、で、今回は実は増配も発表されてる。はい、これは結構なんか会社としてはメッセージ性があるって印象ですね。そうですね。結局はですね、今申し上げたところなんですけれども、この、まあ1年、まあこの2022年3月期の、営業活動を見ております。やはり、基礎的な、収益力の向上というのが、うん、まあこれコロナ禍からの回復需要取り組みもそうですし、うん、まあもちろん消費市況もあるんですけども、消費市況の上昇のところも、結局その、いわゆる資源エネルギーの事業の中でも、市況に左右されない、部分っていうのもあって、それと、機械インフラ、化学品、生活産業といった事業からの収益のこの基盤が、レベルチェンジする状態というのが、見えてきましたので、そうすると、やはり、増配に、一つ、駒を動かしたというところになりますね。なるほど。なかなかこの増配って、減配は非常に難しいというか、投資家からの、はい、この圧力みたいなやつはありますので、難しいと思うんですけど、その中でもやはり増配されたということは、はい、もうこの、基礎的な基盤的なキャッシュの、作り方っていうのは、もう今後も、もうそれを下回ることはないだろうという結構強いメッセージになられているということでよろしいですね。はい。おっしゃる通り、やはりその減配ということに対する、まあ、リパーカッションといいますか、うんうん、そうですね。風当たり相当強いという認識でございますので、やはり、一旦増配したからに、やっぱりそこは、ベースに据えようという思想がございまして、なおかつ、一応加減ということにしておりますので、順次ですね、増配していく過程によって、それぞれ加減として置いてますので、今回も、今、期末サイト120円ですから、これを、加減ということで、うん、はい、お示ししております。今期が105円で、下半期が60なんで、まあ、来期は120円。そうですね。了解です。力強いメッセージをありがとうございます。還元されてくれる会社は大好きです。というところなんですけど。はい。大体これで一通り、そうですね。したのかな。はい。なかなかボリューミーな回でしたけれども。そうですね。なかなか重厚な回でした。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。一般的にこの総合商社を取り扱うときは、各事業を一個一個取り上げて、じゃあ他の総合商社さんとこう比べて、何勝何敗みたいなやり方をするしがちですけど、うん、まあ、今回はどっちかというと、もう大きなプロダクト、ポートフォリオマネージャーというふうに捉えて、投資する場所、それから、今後の戦略地域、どれぐらいのリターン見込んでるか、撤退基準はどうかみたいな。なんかそのあたりをちょっと深掘りさせていただいたんで、かなり、別の切り口で、視聴者の方にとっても分かりやすい部分があったんではないかなというふうに、自画自賛をしております。まあ、もちろん私じゃなくて、IRG さんとも含めて、この構成にしたわけなんですけども、少しでもお役に立てればと思っています。で、またこういう感じで、機関投資家101みたいな、普段個人投資家が立ち入ることのできない、この密室の中を少しでもこう、外に、出していくというところで、非常に大きな試みかなと思いますので、まあ、それを、御社のようなこの大きな会社とやらせていただくのは非常に光栄かなと思っております。はい、また引き続き IR、はい、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。改めまして、本日はご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。